えーっとあの日本はですね、えー、戦争に敗れたというか戦争が終わってアメリカ軍に占領されてですねそれでかなりき厳しい教育を受けたものですから、えー、それ以来ですね、えー、日本人はもう日本人の特に大人ですねさら、まあ、に言えばお子さんとかお孫さんを持っている大人ですね、まあ、この方々が、えー、日本の防衛と言いますかです、ね、日本の将来と言いますか まあ国際的な情勢をあまり考えなくなりまして最近ではテレビでも不倫の問題だとかえまあそういったそのお笑い芸人がですね出て説明した方がよく分かるとまあそういうのはですね話題に終始しておりまして私たちの子供とか孫がですね本当に厳しい世界を乗り切って現在の私たちが享受しているような豊かな社会これはまあ 私たち自身が作ったんではなくて我々のじいさんばあさんお父さんお母さんがですね頑張ってくれて作ったものを我々は今享受しているわけですが、まあ、そういう努力をしているかっていうんで私は大変に危惧をしているわけですね一方世界は非常に激変しておりまして、まあ、それは戦争の前と全く同じですね、えー、最近ですねペンスアメリカ副大統領が演説をいたしました まあ大変なな過激な演説でですねしかしそれはペンス副大統領の個人の意見ではなくてアメリカがですね全体としてこれからどういう舵を切ろうかとしているとまあいうことありまして特に対中国ですからまあ日本としては非常に大きな影響を及ぼす演説であります。ししかしこのペンス演説ですらですすらねほとんど ニュースにもまたバラエティバ番組にも取り上げられずですねえ外国では非常に大きな話題になっておりますがまあ日本はえまあ少しレベルの低い申し訳ないんですが少しレベルの低いそのえマスコミのためにですねえ広まらないわけですねえと今度のペンス演説はですねこれまでの大きな あー演説いえす、ー、それはですね、えー、戦争が終わった後、まあ、戦争は、えー、ドイツ日本イタリアなどの数十国に対して、えー、アメリカイギリスロシアソ連ですね、まあ、その連合軍が戦ったわけで、えー、アメリカとイギリスとですねそれからロシアは同じ陣営だったわけですね。 ところが戦争が終わった直後、まあ、1945年に戦争が終わったわけですがその翌年の1946年にチャーチルが演説をいたしまして、えー、ヨーロッパのちょうど真ん中ぐらいに鉄のカーテンが引かれているという鉄の有名な鉄のカーテン演説をいたしまして、まあ、これで一気にですね今まで一緒に、えー、一緒の陣営だったアメリカイギリス ソ連がバサッと分かれましてですねアメリカイギリスの西側諸国とそれからソ連を中心とした東側の共産国に分か,分かれたわけですね。チャーチル演説から9年後ワルシャワ条約機構っていうのができまして西側ヨーロッパの西側には NATO 北大西洋条約機構 え東側にはワルシャワ条約機構っていう2つの条約機構ができまして、えー、まあ核,核ミサイルを山ほど作ってですね極めて厳しい東西対決という図式ができたわけですね。それから37年間非常に厳しいその東西対決世界というものがあ生まれたわけですね。 でこれはまあ我々の,その日本に住む人にも大きな影響を与えました。え1983年、えー、アメリカの共和党のリーガン大統領があ演説を行いますリーガン演説。えー、これはあソ連のことを悪の帝国と言いましてですね、まあ、非常に危険であるという演説をしました。 この演説をリーガンがこの1983年という時点で行ったっていうのは相手はフルシチョフでしたけどもまあ中距離核弾道ミサイルの削減であるとかそういったまあ東西対決を厳しくしないためのいろんな施策が打たれつつある時でした同時にリーガンは宇宙軍の創設も言ってですねまあこれは実際は実,験実行されませんでしたがいわば硬軟両面での戦いでした。 一方、ソ連はですね、えー、レーニンが1920年頃に、えー、国を建設した後、アムズシ前だったかな。えー、っと、その後ですね、えー、1945年から50年ぐらいまでは計画経済の下で、まあ、労働力も十分に供給され、えー、ソ連はどちらかというと繁栄しておりました。えーまあ、スプートニックが上がったのが確か1957年でしたですかね。 えとまあ、その頃まではいわばどっちかというとソ連有利、まあ、共産主義とはなかなかいいもんだと思われてたわけですが実はソ連の国の中ではですね、えー、スターリンの独,占独裁制度があり、えー、次から次と粛清が行われ、まあ、最初の頃はまだ良かったんですがどん,どん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 暗くなります。これはスターリンの死後フルシチョフが後を継いでですねスターリン批判を行い、まあ、世界をびっくりさせた後もですね 例えば、えー、カザフスタンとかそういった南の国にですね農業を盛んにするためなための非常にひどい、えー、政策を行ってですね、えー、農業を破壊したりしておりました。したがって、まあ、1980年代っていいますとですねまだ形式には、えー、アメリカとソ連というのが世界の2つの大国でありましたけれどももうすでに内容的にはソ連は崩壊寸前でありました。しかしか もともと共産主義っていうのはですね今の中国もそうなんですけども自分たちが正しいと共産主義以外の国は間違っているしかもそれを暴力的に倒さなければいけないという錯覚にまあ最初から染まっておりましてそれでソ連も国内ガタガタなのにアフガニスタンに駐留したりですねしましてですねやっぱり相変わらず本体ガタガタのまま 外側に膨張ししようとしてたわけですね、まあ、有名なコミンテルンを中心としまして共産主義を世界中に広めるんだという固い信念のもとでやってたわけですね。で、えー、これはソ連が8年後に崩壊します1991年にですねソ連が崩壊いたしましてそしてこの8年間アメリカは何をやってきたかっていうとリーガン演説以後ですねソ連を崩壊さすべく。 ものすごく厳しい制限を、まあ、ソ連に課するわけですね、まあ。ソ連はもともともう内部体制ガタガタですからアメリカの情報は入ってくるわ生活は悪くなるわ、えー、国際的な力はもう弱まるということでですねついにそれを持ちこたえられなくなって8年後にソ連が崩壊いたします。1991年のソ連の崩壊の前にですね、えー、1989年にはイランでホメイに えー、死が死亡しですね、えー、天安門事件が起き、えー、ベルリンの壁が崩壊し、えー、さらにはルーマニアでチャウセスク大統領があ殺されるというような前段階もありましたが、まあ、いずれにしてもおこれは必然的なものでありまして、えー、共産主義国家という間違った体制がですね、えー、崩壊しつつある時にさらにアメリカに打撃を与えられて 本当に崩壊してしてままったとということでありますがそれ以降一回多極化した後ですね世界は徐々に徐々に力をつけてきた中国とですねアメリカとの対決へと移ってくるわけでありますそして35年後その米中対決というのが非常に表面化しましてそれが2018年のペンス演説につながるわけですねペンス演説については これは現在の私たちに非常に詳い、あのあ、直接関係があるんで、もう一回ぐらいペンス、ペン,ンス演説のそのもののですね、内容について、よく整理をして、慎重に考えなければいけないわけですが、基本的に言えば、なんだ中国は何やってんだと。えー、アメリカは中国をずっと肩入れしてきた。それはそうですね。えー、日本と中国が戦っているときには、小ルートつって小解析を まあものすごい努力をしてアメリカは中国を大体いいその後もニクソンのニクソンの北京訪問の時のようにですねどちらかというとアメリカは親中政策反日政策というのを取ってきたわけですが、えー、それなのになんだ最近のことはと南シナ海の航交権の問題にしろ貿易の問題にしろですね知的所有権の侵害にしろひどいじゃないかと。 といいうことをペンス演説がたたしましまこの大きな演説が今後どういう影響を与えるか何が世界が激変するのかということを少し考えてみたいと思います。